ファイブナイツアットフレディーズセキュリティブリーチ。さあ今回もやってっか、セキュリティブリーチ。前回の続きだね。前回ここでブラスターを手に入れて、最後に確か警備室に向かう、オフィスか、オフィスに向かうってところで終わったんだよね。ねえフレディ、ねえその無言で開けんのやめてくれて、怖っ、赤く照らすと怖っ。まあやっていこうと思います。警備室ってどこなんだろう。あ、ここっぽくない？普通にシンプルに。フレディついておいでよ、ちゃんと。あ、ここは取れ、あ、長押しで獲得。とりあえずこれ取って、あ、キーホルダースペースロクシー、結構溜まってきてんじゃないかな。そういえばあれどっから見るんだっけ、アイテムか。うわ、結構溜まってきてるな、いろいろ細かく見れたりするわけではないのかな。うん、あ、これだね、今撮ったやつ。あー、ロクシーの顔が書いてある。まあただそれだけ。フレディおいで、ちょ、怖い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 、近い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 よフレディ。大丈夫か、距離感バグってんな。お、なんだ、お、やばい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 、え、待って、アップグレードしてから、ちょっと待って待って、え、真横にいたよね今フレディ。ちょっと待って、アップグレード、アップグレードどうやってやんなきゃ、アップグレードどうやってやんの、これか、あ、じゃあこれ充電だもんね。え、アップグレードってなんかパソコンでやるんだっけ。あ、これでいいのか、アンリミテッド年間パス。いや、もう来ないよ、こっちはレベル5でしか行けないから。アップグレードしてからか、アップグレード、あ、これか、待てよ、あ、いたいた、え、待って、これ充電になっちゃうの。あ、来た、お、レベル5になった、じゃあここ開くってことか。おー、やったー、だいぶ新しく開くとこあるんじゃないって思ったら閉まってるここ今開いたのになんか更新されて開かなくなっちゃった。フレディ、これさ、ミッションが、あー、ミッションがなくなった。フレディどうしたらいいんだ。え、怖いけどね、乗るとね、マジで電池がなくなるからすぐに。あー、嘘でしょ、マジか。じゃあ一回撃ってみていい、効果あんのかな。あ、ないか、顔じゃないとダメなのか。うわー、やべえ、全然ダメじゃん。あ、全然ダメだ。でも別に誰かが来るわけではないのか、これ、地下とかが来るわけではないのか。じゃあ何なんだろうな、ここは一体。フレディ、フレディおいで、一旦おいでフレディ乗ってもいいけど、まあまあまあ、一旦じゃあ帰りますか。うわー、おい、びっくりした、今バレたのね。とりあえずエレベーターで降りよう。え、なんで、なんでいいの、危ない、やばい、なんでいいの、なんでいいの、あー、待って、やばい、なんでしかいんの、現れたんだけど、これか、これまずいな。ちょっと一回、ちょ、フレディおいで、フレディ行くよ、やばい、降りよう降りよう降りよう、一旦降りよう一旦降りようやばすぎあ、いや、上がってるわ、上か。あ、どこからかフレディが歩いてきてる。え、大丈夫、バグってないかこれ、大丈夫か。まあでも突如としてフレディは現れるからね、どこにいても。レベル5になったから、うん、フレディがいるな。でもまあ、とりあえず着いた。なんでいるんだよ、おかしいだろそれは、どっかに別の道があんのか。わあ、でもこれレベル5、なんか新しく行ける場所が増えてそうではあるけど、こっちとかは何なんだろう、目的地がわからないね。レベル5で行けるところが増えたってことかな。うわー、なんか怪しいねここも。これ壊せない、これは無理か。フレディおいで、いつでも近くにいてくれ。あー、かわいい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 でも襲ってくるからな普通に、フレディは充電が切れると。そのシステム意味わかんないけど、ここも開かないのか。ここはレベル10、まだまだだね。ここは開くのかな、開くか。とりあえずまずセーブしたいね。あ、あった、セーブ。
あー、ここ最初の場所か。ここに戻ってくるんか。これあるね、なんか。さあ、とりあえず開けてみて。あ、フレディアップグレード。え、これめっちゃいいんじゃない。あなたのお気に入りは私よね。あ、これフレディから言われたわけじゃないよね、別に。フレディアップグレードについて言われたわけじゃないよね。はい、フレディなんかアップグレードできそうだけど、後ろから、なんで手振ってる。気づくよ、そんなに足音大きくて近くに来られたら気づくよ、手振らなくても。え、これ待って、どこに行けばいいんだ次。地下の排気方法を調べる。パーティーパスを使ってモンティーゴルフにあるファズカメラを探す。これモンティーゴルフが今のとこかと思ったら違ったんだね。モンティーの排気方法を調べる。次に行くべき場所がわからないな。メンテナンスログ。ロクシー、ロクシーは他のキャラクターと見てる景色が違うようだ。このアップグレードは彼女をレースに勝利させるためのものだったが、いくつかの副作用で時々壁越しにロボットを見つめ話しかけることがある。怖っ。モンティ、モントゴメリーは爪のアップグレードによってベースを弾くことができるようになった。演奏の後は主に物を壊すために使ってるらしい。フェンスの修理代がかなりかかるようになってしまった。ミックスの隠し場所。ミステリーボックスを全てのボーリング場の裏のアイス用冷蔵庫にお持ちください。ボーリング場、そんなとこ知らないな。なんかわからないことだらけだな、まだね、フレディ。あー、ここ行ってないかもね。あ、そこ開くのかな。え、なんかある、なんかある。待って、開く開く。うわ、ここ行ってないわまだ。あー、ゴルフ。待てよ、なんかあったよね、モンティーゴルフここでファズカメラを探すって書いてある。ファズカメラを探そう、モンティーゴルフで一旦。別に上から順番にミッションやっていく必要はないもんね、多分これ。なんかね、モンティと地下の排気方法を調べるが上にあるけど、排気方法なんてわかんないしな。レッツパーティー、いいね、モンティゴルフ。ゴルフのアトラクションなかなか珍しくない？屋内ゴルフって打ちっぱなし場的なことではなく。ああ、めっちゃいますね。これ一旦フレディ呼ぼう。いや、フレディ、でもね、これフレディのさ、充電スポットないとマジで飲んのは良くないんだよな。襲われて終わるからな、結局。待てよ、でもあまり見つかりたくない。どこにいるか分かんないからね。セーブないのかな。あー、今のとこも開いたな、どっか。待てよ、これどこに行くのが正解なんだ。トイレもあるの。トイレとかにセーブはあったりしないか。特にないね、何もないね。地下が可愛い。こう見たらめっちゃ可愛いんだけどな、地下。一応見とくか、女子トイレ、男子トイレか。こっちが男子トイレね。何もないね、別に。ここはなんだ。おっと、怪しい、怪しいですね、とても。これでもさ、ちょっと待って、セーブがないのかな、本当に。セーブありそうで、やべ、充電がない。あー、なさそう。このはしごとかも登れそうにないしね。これちょっとフレディ呼んでみて。前からね、前からフレディね。もう俺ビビんないよ。よし、なんかやばそうだったらすぐにフレディに乗り込もう、いつでもね。動きやばいな、でも。おい、なんだここは。お、わあ、回復じゃないんだけど、セーブじゃないんか。色合いがセーブと一緒なんだよな。何拾った？メンテナンスログ。見れない、アーケードメンテナンスログって書いてるだけなんだけど。待って、見れないよこれ。メッセージではないのか、どういうこと。あ、まずい、これはまずいかもな。フレディ急いで、フレディ急いで、一旦乗らせて、一旦乗らせて、一旦ね。あっぶねえ、よし、やべえ、電力低下してんだよな。あ、でも大丈夫そう。誰か来るわけではないのか。いや、来てる？いや、違う、来てない。降りよう。よし、落ち着いて、ここ開く。またトイレだトイレ多いな。
やたらトイレ作りたがるね。パーカー汚いそれ、アップパーカーって。清清なんか何スタミナでもアップすんのこれ。てか結局何なのこれって、本当にこれ何使えないんだけど本当に。なんか効果あんのかな、ただ取るだけで。あぶね、え、てかちょっと待って、あーあぶね、ライトあった。こっちじゃないと。まあアップパーカーが手に入っただけでもやーべえって来んのかな、敵来てる、うっ近いる、やばいそれは、やばいそれやばい、まずい、あぶね、待てよ、地下待って、地下ちょっと待って、セーブない、あここ開く、あーここ帰ってくんのか。モンティーゴルフはここではないのか、ここじゃないっぽいね。あなんかまだある、ここはモンティーゴルフではない。だとしたら何なんだ、あ地下マグネットだ、地下押しがすごいな、やばい奥行った、セーブもないしな、セーブもないし、ここが何、あバレた、やばい逃げた、これがもう、うわやばい、待って来るか、やばいやばい、あぶね、一旦ここ逃げるか、やばいめっちゃ見つかってるけど、やばいやばい、めっちゃ来てんじゃん、触れてきて、触れて助けてお願いだから、地下に追われてる今俺、捕まったらダメなんでしょ、触れても分かってるでしょダメってこと。モンティーゴルフどこだ、こっちだな絶対モンティーゴルフ絶対こっちだった、暇のとこ何なんだよ一体。あここだね、セーブはでもないね、ここは開くのかい、うーわ電池もないしな、お案内人じゃない、マップ配りじゃない、皆さん気をつけてください、こいつはただマップ配りじゃない。あれパーティーパスが必要、え、いけない、パーティーパスが必要だ、あーなんかパーティーパスを手に入れ、一回使っちゃったらダメってなんか前言われたな、そういえばレベル10、なるほど、うわなんだここマーメイドラグーンっぽい、ちょっとだけ、これマジでセーブないんだね、何ここ本当に、何ここ、何かがあるわけでもなさそうだぞ、何もない、何だったんでしょうね一体ここは。モンティーゴルフにはまだ行けないんだ、じゃあうわどうしたらいいんだろう、じゃあありがてえ、ここも行けないよな、きっと行けない、うわ次に行く場所がマジでわからない、やっぱあれかな、順番的にこのモンティの排気方法と地下の排気方法を調べんのかな、なんだ排気方法って。そういえばさっきさ、なんかボーリングのチケットかなんかをもらったよねっていうのを思い出して、違う、どれだ、これだ、ボーリングチケット、これ確か出たよね、でなんかフレディに言われたよね、ボーリングチケットだよおめでとうみたいな、それって関係あんのかなって思って調べたっていうか探したらボーリング場あるっぽいんだよね、この3階に、あそこあそこあそこ一回行ってみる、ボーリングすんのか俺は、ついにここだここだ、うわーボーリングか、上手い人とかカーブしてなんかストライク取りに行くもんね、あれカーブさせる意味あんの自分で難易度上げてない、まっすぐ投げればよくない、あ待ってこれもいけないんじゃないか、さては、あ何、うわーもうちょっとお前がゆっくりしてるからなんだよこいつ、ちょ待って、あはいけるっぽい、あよかったいけるっぽいわ、あよかったよかった、あボーリングチケット持ってるからいけんのか、なるほどロックいいね、フレディフレディおいでフレディのかっこいい看板ポスターがあるよ、フレディは見れてないだろうけどね、ボーリング場に向かいたいと思います、上だ
あ、走って走って走って。フレディは今いてどこにいるんだい？どっち開くんだろう。こっち開きそう。はい。おー、よかったよかった。よし。うわっ！ガチボーリングだ。うわー、なんか昔憧れたな、こういうさ、ちょっとかっこいい球。マイボール。マイボールとか子供の頃憧れたな。うわー、ボーリング場の感じもいいね。セーブもありますね、ここは。よし。ちゃんとやっぱ危ないところではセーブあんのかな。え？うわ、ゲームセンター、やばい、これやばいな。ゲームセンターだね、ボーリング場特有の。あー、こっちがね、ボーリング場の本体っぽい。ちょっと見てみる。うわ、金のボーリングピン、俺もあるぜ、金のブラスターが。金同士仲良くしよう。あ、やばい、やべえってそれは。ここに呼び寄せたらまずい。うわあ、いんの、いんの。危なかった、今捕まえとかったよ。やばい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 、ちょっと待てよ。キャンティいらないです今。なんだここ。ああ、ボーリング場だ、すごい。ちゃんとボーリング場なんだけど。うわすげえ。うわ、懐かしい。なんか最近ボーリングも行ってないな。夏ツルツルなんだよね、床が。よし、いけ、えい、ストライク。なんだこれは、本当に一人で。でも俺一人でボーリング行って楽しめるってすごくない？一人ボーリングってだいぶ難易度高くない？一人ディズニーに匹敵するくらい難易度高くない？なんか裏とかがあるわけではなさそう。うん、なるほど。お、何やってんだ。おー、ダメージ入ってないっぽいな。すんげー喋ってるけど、何何何を見てんだ。やばい、あ、地下歩いてる。地下が徘徊してる。あ、マジでバレた、バレたのか。あ、マジか。あ、来てんな来てんな。いやー、待てよ、これボーリング場に来たのはいいけど、あそこ奥行けそうか。でもめちゃめちゃこれ強いわ、ブラスター。毎回ああやってひるんでくれんでしょ。あー、ここさっきのところ、あれ、さっきの逆のところだな。何かがあるわけじゃなさそう。おっしゃ。あー、トイレとか怪しいね。地下専用トイレか。別に何かがあるわけではない、何かがあるわけではない。 OK。 あー、ここか、受付カウンター的なこと。ん、なんだ。かわいい、ツインテール、それともデビル、どっちだ。デビルな気がすんな、このゲームだったら。なんかありそうだね、裏側。ショーとかもやってんだ。すごい、ボーリング場でこんなレストランちゃんとあってショーもあるって。ここ裏口行けんね。あー、怖いって、それはなんだ。なんですか？なかなかここも闇が深そうだね。こっちから見てみよう。隠れることができる。おっと、なんだ？めっちゃ奥行けるじゃん。うわ、怖すぎ。ちょっと待ってね。ここちょっと後回しにしていいですか？あれ、セーブじゃない？あ、違ったわ。こっから来たんだもんね。あ、これは、ただのあれかな？アイテムというより、うん、読み物だね。安全確認。キッチンスタッフへの注意喚起。部品修理場の従業員はゴミ圧縮機に地下が巻き込まれ、大きな損傷を負う可能性を懸念しています。圧縮機の使用前に必ずゴミの内容物を確認してください。ピザもしくはピザの匂いがするもの、特にモンティミステリーミックスが入っていた場合、圧縮機は使用してないでください。あー、これで地下倒すのか、圧縮機で。彼女が損傷を受けた場合、交換費用はキッチンスタッフの給料に差し引かれることになります。なんでだよ。かわいそうだろ、それは。待てよ。モンティ、あ、やべ。どれだっけ？モンティミックスね。はい、もうどれかわかんなくなっちゃったけどね。
あーで、ボーリング場の裏のアイス用冷蔵庫。なるほど、全部つながってきたね、話が。ボーリング場の裏、ボーリング場の裏、裏ってどこ？いやでも多分今のとこだよね。アイス用冷蔵庫ここじゃないよな。裏って書いてあったから、多分今のとこ降りたとこだろうね。一回行ってみるか。うわー怖いけどな、シンプルに。まあ敵はいないと信じよう。俺にはブラスターがある。おお、やばそうだな。おい、なんだここ汚ねえな。あ、待って、これ怪しい。何ですか、黒色のリボン。あー、ゴールデンモンティーだ。なんだこれ、え、開いてない。ここじゃないのか、ゴールデンモンティーだけだ。あ、ボール転がるこれ持ってこうかなこれ持ってけない。あー無理か。いや、そんなことしてる場合じゃないな。じゃあ別にボーリング場の裏があるというわけですね。待てよ、なんかアイテムとか見逃しそうだから怖いんだよな。ボーリング場の裏ってどこ、扉とかはなかったよね。ってなると、なんかボーリングしてる音聞こえない、たまに。こいつ怪しいよね、なんか見てんだよな、ずっと。何を見てんだ。あ、向こう行けそう、なんか入り口ある。あ、なんかある、入り口ではないけど、読み物かな。はいはいはい、こんなところにバッグ、見てみよう。あとフレディ呼んどくわ。おいで、よし。なんだ、メンテナンスログ。プリンセスクエスト1の媒体がこの建物のどこかにある。実際のゲーム媒体だ。開発者が昔のモバイルゲームから引っ張ってきたようだが、なぜアーケードに移植した。あー、アーケードとか言ってるってことは、あそこのなんかアーケードの場所になんかあるんだろうな、きっと。アーケードゲーム機がいっぱい置いてあった場所に。俺ちゃんと見てないもんだ、ここ。プリンセスクエスト、なんだそれは。なんかプレイできるゲームがあるとか、そういうわけじゃないのか。何も違いがわからない。うわー、びっくりした。待って、これ来るわ、地下、地下が来る。やべ、地下来るね、地下来るね。気をつけ、やばい、やべ、来てる。あー、ここは大変ですね。一回撃っとくか。でもなんかあんま追ってこないね、全速力では。ちょっと待てよー、行き止まりなとこが多いですね。こっちの方も行けないもんね、一緒だもんね。金ボーリングピンがあるだけだもんな、ここは。冷蔵庫、あ、なんかあった。なんだこれ、これか、冷蔵庫の上って。キッチンの圧縮装置にモンティミステリーミックスを設置する。うわー、ここかよー。もうボーリング場の裏のとこですね、これ。もう一回なんかあるかなーって見に来たら、ここか。キッチンの圧縮装置ってどれだろう。キッチンってここだもんね。圧縮装置、圧縮装置なんてある。わかった、さてはこのさっき開かなかった下が行けるようになってるとかじゃないか。そういうわけじゃないのか。さすがに違うか。違いそうだね、違うね。ここキッチンだと思うんだけど、違うんだろうな。どっかまた別にあるのか、キッチンが。やべ、一回でもこれセーブしたいな。地下がいるでしょ、多分近くに。あー、ダジャレじゃないよ今の、全然狙ってないからね。うわ、びっくりした。フレディか。とりあえず一回降りてみるか。ここじゃなさそうなんだよな、キッチン。ピザ作った場所は一箇所あったけど、そこにもしかして行くのかな。なんかあったよね、一回ピザ作ったとこ。あそこどこだっけもうわかんないよ。あ、どこだっけな。
あの最初のなんかピザロボットみたいなの使って作ったところのことだよね、多分。違うのかな。あ、やばい、やべえって、それは早えって。来るぞ、気をつけた方がいい。来る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 。あれどこだったっけな。なんか裏側とかもあんのかな。あいつら意味ある？二人あんな同時に行動してて意味あんのかな。キッチンでもまあ、待てよ、こっちじゃないか。あー、一応セーブしとくか。セーブ大切だからね、このゲーム。一応この下にフードコートみたいなとこあるから、そのフードコートの奥とか行ってみる。キッチンはあると思うけど、どこでもいいのかな、キッチンって。いや、一箇所しかないか。だとしたらあのピザ作ったとこだと思うんだけど、待てよ、ここら辺フードコートなんだよな、デカめの。この裏側とかってなんか行けなかった、やばいよね、でも量がね。この裏側とか行けなかったっけ、なんか。あ、ここ行けるじゃん、でも。あ、さ、ここも行けるね。こっちも行けるな、でも。ここセーブだけして、ちょっとすいません、何度もセーブ。セーブだけして、こっち行ってみる、一回。開くわ。あ、ここも開くんだ。え、ここもキッチンだけどね。てか、もう、どこのキッチンのこと言ってんだろ、これ、本当に。あー、これフードコートの裏側って感じだね。なんだこれ。分別する気ゼロのゴミ箱。やめちまえ。ちゃんと書けよ。何は何って。でもなんかここら辺っぽいな。なんか流れついてきてる。何が入ってるんでしょうか、一体。あー、 T シャツだ、フレディフェイスの。やったぜ。これでフレディに気に入ってもらえるかな。フレディおいで。あー、そっからね。こっちは、うわー、なんかピザ作ってそうだけど、びっくりした。シェフ？あなたシェフなの？怪しいね、ここ。あ、なんかある。ここはキッチンだろうけど、ピザは作っていないのか。優秀な従業員の、まあなんか読まなくても良さそうという判断を下した俺は。速読できる方はぜひ読んでみてください。ここ開くんだっけ。あー、こっち側に出るんだ。ここもピザ売ってるもんね、だって。あ、ここは違うのかな。あ、ピニャータ。海外ほんと好きだよね、こういうの。ピニャータとかあんま日本では馴染みないもんな。可愛いけどね。まあここはでも違いそうだね。こっちはいけない。で、これはなんだ、なんですかこれ。業務用の、ちょ、怖いからフレディ一緒に来てくれないか。よし。かわいい。怖かったら、危なかったらいつでも飛び込めばいいんだもんね、胸に。フレディは優しいな、ほんとに。で、ちょっと待てよ、合ってんのかな、行き先が。フレディ。消えた。メニュー開いた、消えた。多分もう置いてかれた。耐えられなかったんだろうな、マップ移動に、フレディは。うわ、なんだここは。どこですか、一体。地下1階だわ。あ、一応フレディ連れてくるか。フレディ、あれ、フレディが来れない。フレディ来れないんだけど、呼んでも。え、フレディどうした。あ、来てきたよ。まあまあ充電しなくていいか、まだ別に。地下1階なんかあるね。こんなとこ初めて来るかもな、正直。長押して獲得、よし。これもなんか本かな、本ってか読み物。スタッフのミーティングは今週木曜日の夜11時半からの開始。遅っ。サービスチーム全員で必ずお越しください。ケーキもご用意してありますよ。なんか怪しいな。闇ありそうだよ、ね。なんだここは。キッチンではなさそうか。なんなんだろう、この場所。ちょっと待ってよ。いや、やること多そうだな、3番。
ここ来たことあんのかな。どうなんだろう。あれなんか待て、あ、ちょっと聞こえる、誰かな。地下がいる。あ、ここじゃん。え、ここじゃん。あの、俺がケーキじゃないわ、ピザ作ったとこ。待って、え、ここなんだけど。あ、帰ってきたんだ、ここに。ってことはよ、まだ一回ここでセーブさせて。え、マジでここでピザ作るんじゃない、あの、自動ロボットで。まあ、自動かっこ俺が作るんだけど。待てよ、おい、頼める？ピザ、ピザ注文できる？わけではないのか。オーダーナウって書いてあるけど、え、ピザが頼めるわけではないのこれ。一回頼んだからもう無理なんか。無理っぽいね。でも使えそうにないから一旦戻ってみる？戻るというか、行ける場所増えたりすんのかな。あ、ここ開かなかったよ、最初来た時は。レベル5か、ここ。あ、で、ここがさっきの場所かな。うわ、わかんねえ、広すぎるな。開くね、何ここ、やばそうだけど、いろいろと。何ここ、怖すぎだろ。待ってよ、これの方がいいかもな。いや、危ないな、なんかいろいろと。キャンディはもういらないの？もうっていうか一回も求めたことないだろ。びっくりした。なんかある。これは何ですか？急に襲われたりしないよな。やった、クラッグラムロックロクシー、いらない。ぬいぐるみはもういらない、何の意味もないんだもん、だって。あー、またこういうパターンだよ。あ、いや、ここ待って、ここ来たことあんじゃん。ここであれじゃん、あの警備員の女の人、バネッサに見つかったところじゃん、ここ。マップとしてちゃんとつながりがあるんだ、すごいな。じゃあここは行かなくていい場所だわ、きっと。で、俺が行かなきゃいけない場所どこなの？そしてここさっきの、こっち行っても多分意味ないよな。あんのかな、これ何なんだろう。はじめましてだよね。待てよ、一回ちょっと内装を見とくか。汚ねえな、暴れてんな、誰かが。相当なんか音楽流れてるけど、でも何かがあるわけじゃない。うわー、でも待って、ここ怪しくない？キッチンっぽくない？なんか圧縮機ないかな。ピザ作んなきゃいけないんだよね、多分。ただ圧縮機があっても、今元しか持ってないから、ピザの。あー、何もない。でも何もなかったわ。こんなになんかありそうで何もないことあるんだ。あ、やばい、見つかった。これ良くないかもな。うわーい、それは良くない。なんだ、あ、待って、でもここ来たことないかもな。え、ここ来たことないわ。あ、いや、え、ここか。え、どこ、ここ。いや、あ、やべ、見つかった。待って、多すぎるよ、行ける場所が。いや、これ待って、最初の方に追われたトイレだな、来たことあったかも。わ、なんかいっぱいありすぎて何もわからない、マップが広すぎる。削除対象、要望通り本日行われた最高警備責任者による面接のメモを提示する。バネッサは明るく熱心なようだが、彼女に関連する資料が見当たらない。おそらく上からの推薦で呼ばれたんだろうが、警備の実績がない人間にこの規模の施設は任せられない。私は彼女を警備員に推薦しない。バネッサ何者なんだ一体、本当に。なんか闇がありそうだな、バネッサも。ここ行けないって言ってたところの中だね。うわ、びっくりした。でも行けないよ、これは。ちょっと待てよ、俺は何かを取り逃している。あれ、待って、どこから来たっけ。ここだ。何かを取り逃しているというか、やべ、ここ開くの。ここも行けなかったね。寒そうだね、ここ凍ってるね。冷蔵施設か。いやー、ここも来てないね。
あーなんか光ってんのあったね今。なんだあれ。え、やば見つかった。マジかよ。なんでいいんだ。あ、やった。あ、ゴミ圧縮機を起動する。え、やった。パワーオンになったんだけど。待て待て、どういうことだ。ゴミ圧縮機を起動する。どこにあんのゴミ圧縮機。てかなんか地下は突然現れるな。てかゴミ圧縮機なの。ピザ作るやつじゃないの。圧縮機を起動する。わかんなくなってきちゃった。待てよ、危ねえ。え、ピザ作んなくていいのかな。え、もう迷子だよシンプルに。ちょ、一回戻ってきたわ。なんかできな、できる。なんかできるわけじゃない。まだ多分起動してからなんだろうね。で、で起動したらこれで操作できるなんのかな。ゴミ圧縮機ありました。なんかそういうの、これっぽくね。これだな。え、モンティミステリーミックス置く。やっぱこれなの。あ、ほんとだ、ゴミいっぱいある。置きます。はい。え、待って、動けなくなった。危ねえ、今積んだかと思った。キッチンの圧縮装置に、うん、はい、設置した。設置したよ、設置したよ。おい、これ本当にピザか。なんだこれ。え、やば、やばすぎなんだけど、ここ。てか地下は、で、地下は、え、どうしたらいいのこれで。地下を連れてくんのか、さては。あ、わかった。いや、わかってないかも。あ、いや、わかった。追われてこのまま中に逃げ込む的なことじゃない、ここに。違うのかな。え、でも地下追ってきてくれるかな俺のこと。あ、いや、一回見つかってみるか、ここで。はい。で、来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い。でもこれ俺も潰されね。地下、地下、地下、こっち、ここ、ここ、地下、ここにいるよ俺は。おい、愛のメッセージ伝えてる。お前好きなんだろこれ。地下、あー、キャンディーじゃない、キャンディーじゃない。そう、これこれこれ、お食べ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 。どこにいるのじゃないって。おい、食べてよこれ、持ってきたのにせっかく。いや、もうどういうことこれ。違うな、この状態でなんかすんのかな。一旦戻るとか、これで。え、なんかできる。なんもできないよね。ちょっとセーブさせてください。わかりません、意味が。置いたのに次何したらいいんだ。ミッション出てる、出てないんだよねこれ。もうどういうこと。え、まさかトラッシュ、ゴミって意味だよね。あ、押せた。あ、え、え、急に地下、急にピザ好きになっちゃう。え、急にピザ食べだすやん、押した瞬間。あ、夢中だ。お、なんか光ってるよ。あ、あ、バレた？え、グレゴリー？おお！おお！うわあ、びっくりした！生きてる？頑張れ！うわあ！怖すぎ。なんか新しいとこ来た。地下2階だ。オーマイガード、オーマイガード、ゴミ捨て場だ。
でも地下には勝ったぞ、みんな。セーブしよう。もうあのボタンを押すのね、説明不足だって。俺めちゃめちゃ歩き回ったよ。ねえ、地下獲得、何、地下を獲得できんのこれ。地下の生態装置。何これ、何これ。地下のくちばし、発電機を起動しろと。あー、地下の生態装置を取り出して脱出する。ちょっと、もう怖いです。僕は本当に意味が分からなくて。こっちか、地下の生態装置。やばいよこれ。戻れる、フレディ呼べる。あ、呼べないわフレディは。そりゃそうだよな、ここまではさすがに来れないよな。いや、これそうだけどね、フレディだったら。何ここ、開く、開いた。地下の生態装置全然使ってないけど、充電スポットちゃんとあるんだ。いや、ちょっと一旦安全地帯まで行きたいけど、自分でピザ作るわけじゃないんだね。別に押せない、押せる時もあるからね。こうやってなんか一見押せないかなって思っても押せる時あるから気をつけた方がいい、マジこのゲーム。一応こっち持ってく。なんかちょっと赤い光が怖いんだよな。なんだここ、やばいって、怖えって顔が。 B さん、地下3階。おーい、施設の地下にとんでもないものを作ってるね、本当に。ああ、ロボットたちの部品が蘇ってきたりするんじゃない、ここ。嫌な予感しかしない。あ、はいはいはい、一箇所目。あー、隠れちゃった。違う、てかもう絶対来るでしょ。なんか足音しなかった今、気のせいか。いや、もう絶対いると思うけどね。発電機あと2つ。あれ、動いてますよ、チカさんが。話が違いますね。やべ、見つかった。あー、危ねえ、怖すぎ。しかも音ないか。あれね、これ怪しい。地下の人形がある。怖すぎでしょ、生態装置取った時の地下の声。やべ、バレた。ちょっと待ってよ、発電機。てか無敵すぎないか、やばいな。発電機あと1個、どこ、あと2個、あとどこだ。こっち見てみるか。いや、もうどこ行ったか分かんなくなるんだよな、本当に。暗すぎて。あー、こっちの方、いや、こっから来たね。発電機多分ここに2個あるだろうな。敵もここにいるし。やべえ、見つかった。撃って、ここ2個あったんだもんね、いけないもんね。ないよ、ないね。ここじゃないのか。一回隠れてみる。まあ、隠れてこれカメラで探すのはありかも。あれ、こんなところ知らない。あ、そっち側もあんの。あー、逆側があるってことか。あー、そっちへ行くんだ。隠れて正解だったな。戻ろう一回。やばれた、待てよ、怖すぎ。一回戻ってみるか。こっち行って、じゃあ開くってこと、ここが。あ、なんか開きそうになってる。あ、開いた、なるほど。発電機入れたからか、電源を。おー、やばいとこ行かせるね。あ、落ちたら死ぬでしょこれ多分。あぶねえ、よし、ここ地下来れないんじゃない、さすがに。何それ。1個目起動したらもうさっと帰ってこよっか。うわー、あれ落ちちゃダメなのか、抜かりないね。しかも地下にはやべえロボットたちがいっぱいいると。なるほどね。待って、ここか。1個目起動したら速攻帰る。これこっち持っといてもいいかもな。食うでしょ絶対。あ、いる、怖すぎでしょ声。撃つよ、タイミング見て撃とう。はい、で帰る、冷静。
こっちじゃない。全然冷静じゃなかった。待てよ。こっちだ。危ねえ。ん？どこだ？こっちか。落ち着けてる。いや、音が怖すぎる、本当に。壊れたテレビみたいな。壊れたテレビじゃないか。でも俺、実況の時あんな声たまに出すよな。親近感感じるわ、むしろ。よし。これ、下落ちたら、やばいからね。そういう要素もあるからね。で、俺はどこで今落ちた？変なとこで落ちたよね、なんか。危ね。ここだ。来てる？これさ、登れないんだけど。シンプルに。あ、来てた。こっちか。発電機あと2個。ちょっとマップ先見ていいですか？いや、いるんだよね。やべえやつが。絶対呼ばれるんだよな、こいつらに。落ち着いていこう。ああ、セーブの色に見えるけど、あれセーブじゃないんだよね。いや、セーブだ！やった、嬉しい。セーブスポットがあった。ありがたき幸せ。OK。これだけでもだいぶ。ああ、ライト充電スポットもある。これだけでだいぶ変わるわ。あ、ちゃんとなんか線もつながってんだね。ほら、これ。こういってる。なるほど。それが2個目ってことか。こっちか。ついてっていいんでしょうか、果たして、このまま。罠だったりしないか。下降りて。怖いとこ行かせんね。で、こっち。あ、もういるもんな。なんでかいるもんな。行き止まり？マジか。これ、一回引いた方がいいかもな。おいで。よし。横行く。こっちだよね、多分。あー、こっちだ。正解。黄緑。あったー。違うー。こんなところに紛らわしいもの置くなー。ベビーカーだ。あった。違うってだから。何回入ったよ。グレゴリー、ベビーカー飲んのうまっ。ベビーカー飲んのうまいって何？さあ戻んなきゃ。けどいる。これは迷うね。こっちだ。危ね。よし。毎回これ地下は復活する感じかな。これさ、一回セーブした方が絶対いいよね。絶対セーブした方がいい。死ぬ可能性あるからね。こまめにセーブしていこう。結構鬼畜ゲームだからな、シンプルに。さあ次がラストの、ラストだね。ラストの発電機と。よし、やっちゃうぞ。でもそこにはたくさんの警備員がいると。あれ、ここにも背番の？優しい。マジか。ここ結構やっぱムズ、激ムズスポットだったりすんのかな。めっちゃ優しいね。一時戻らなくていいんだ。OK。はい。やばすぎるって、それは。こんなん速攻捕まるでしょ。今あったよね、発電機。なかった？ないか、発電機はないか。とりあえず走り抜けたわ。発電機っぽい色のものはいっぱいあるな、でも。どこだ、どこだー。何この風の音。隠れれる。あー、こっちだ。なんかいいんだけど。なんでいいんだ。起動して。よっしゃ、いいぞ。スタッフロボ格納庫に向かう。何ですか、スタッフロボ格納庫って。一体それ何ですか、どこですか。一体俺はどこに向かえばいいの。わかんないよ。何もわかんないよ。ちなみに。やばすぎ。捕まりたくはないからな。こっちかな。いや、こっから来た気がするよね。あ、危ない。捕まる。やばい。捕まる。うわー、マジか。しゃあない。こっから来たもんね、でもね。やばい、バレた。やばすぎ。これ一回セーブしてみるか。スタッフロボ格納庫ってどこだろう。この奥なんかな。ここやばくない？これ、あ、やばい、死ぬわ。うお、帰って行ってくれる。あんなに俺圧縮機で潰したのに優しい。
なんかごめん。でも地下が帰るってことは多分俺の目的地はこっちの奥なんだな。あ？え、近くね？やべえってそれは。多分地下が帰るってことはやべえ。捕まったかもな。捕まった。でも地下が戻るってことは多分ここの中に俺が行くべき場所があるんじゃないかな。だから俺は変なプレイをしてる今。わざわざセーブスポットまで戻って、セーブスポット意識が高すぎて逆にダメだ。もう行っちゃいます。やばい、気をつけて。変な動きするからな。俺さっきどこで発電機開けた。うわー、さっきどこで発電機開けたっけ。この上か。この上、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 この上まで行っちゃう、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 いるよね。ここだけだもんね。なんかないか。あ、開いた開いた。こっちだ、絶対こっちだ。いや、すげえ音してるけど、どうだ。なんだここまた。これどこなのマップ的には。あ、合ってんじゃん。ここで絶対行きたかった場所だ。もう勘だけで進んでるけど、なんだなんだあのピンクな光。あーでもなんか地下から抜けれそうじゃないか。なんだこれ。ええ、開くのか。もっと恐ろしいところに来たかもしんない俺は。もしかしたら部品修理場でフレディをアップグレードする。あ、フレディ、いや来ないし呼んでも。なーにこれ、欲しい。でもいただいていいですか。あ、ジャンプしないとダメなんだけど、これどうやって取んの。ジャンプしないと取れないんだけど。あー落ちた。どうやって取んだろう今の。なんか動き出しそうで怖いな。でも分かった、この上か。はい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 、これ動き出したりしないよな取った瞬間に。あー、レトロポスターだ。なんだここは、趣味悪いな。地下がやったんかな。とりあえず上上がります。謎の空間、パイプか。周りにあんのは本当に何が起きてるかわからない。ここではマップが広すぎてね。でもあ、ここ行ったことあるみたいな場所は結構訪れるね。あー、セーブだー。しかも地下から抜けれた。よかった、ダブルの意味で地下から抜けれたわ。よし、一旦今日ここまでにしとこうって思ったんだけど、もうちょっとだけ時間ありそうだから、もうちょっと続けって思ったんだけど、まだ時間あるからもうちょっと続けるわ。きったねー。きったねーな。フレディのアップグレードをするところからだよね。なんかここいろんなゲームで見たことあるような工具台だな。ちなみにね、一回撮影を終えた時にマックを食べました。はい、ベーコンレタスバーガーを食べました。誰も興味ないかな。なんか怪しいな。関係ないのか。フレディのアップグレード、修理、え、なんだっけ、部品修理場か。部品修理場ってどこだっけ。これフレディ来んの。あ、フレディ、ちょっと部品修理場に行きたいんだけど。部品修理場ってどっから行くんだっけ。あー、思い出してきた、なんとなく。あの一番のさ、メインの場所から行くんだ。ここはどこですか。何このピンクい光。え、待って待って、ここどこだっけ本当に。あー、ここか。まあ、結構序盤の方にここで追いかけっこした場所だよね。もう地下とは合わないのかな。え、あー、どっちだっけ。うわー、わかんない。部品修理工場がいまいち分かってないな。開かない。あ、ここは開く。指さすな、人を指さすな。ちょっと待って、ここ、あー、バレたけど、これでも多分誰も来ないよね。誰も来ないと思うから、このまま走っていっちゃおう。こっちだこっち。うわー、でもこれちょっと待って、部品修理場行くの大変だなって思ったけど、なんか待って、地下来てない。え、地下来てるよなこれ多分。え、地下来んのここまで。
え？すげえ嫌なんだけど、近く来たら。ね、どうやってどこへ行けばいいんだっけ。こっち、いや違うな、もう迷ってます完全に本当に迷えるゲーム。迷いたい方はぜひこのゲームプレイしてください。うわいるわ。ちょっとでもわかんないな、どっから行けばいいんだっけな。こっちの方行ってみるか。あーでもこれで上がるんだ。 OK、 迷えるな。迷いたい人とかいる？ちなみにマップ見てみる。部品修理場、ちゃん書いてくれたったらいいんだけどね、ここにちゃんと。これなんで書いてくれてないのこれはなんでなんだろう。迷わせるっていう作戦なのかな。でもなんかどっかのなんかの記事でホラーゲームはなんかどこへ行くかわからないみたいな、そういう迷い要素も恐怖につながるみたいな書いてあるの見たことあんな。やっぱそれをもしかしてその効果を使ってんのかな。どこに行けばいいかわからない迷える恐怖、いらないですそれあんまり。俺そこであんま恐怖感じないし。まあとりあえずセーブするか。誰もあなたを気にかけない、悲しいこと言われてる。毎回これ言われるたび傷ついてる。ちなみに部品修理場どっから行ったっけな。思い出し単語、完全に思い出し単語だわこれ。そうだ真ん中だ真ん中、あっけんな。ここのメインステージのこれ使えるよね、エレベーター。こっから行くんだ。そういえばこれ使えるよな。あー、いけたいけたいけた、これだ。でもこれちょっと待って、これ降りたらまさあいつ来ないよな、あの月のやつ。そうだそうだ、ここだ。あー、ここって分かれば分かりやすいね。変なところから行こうとするからダメなんだ。ここだったらいつでも来れるしな。よし B2、 まあまあ一応見とこうか。あの正面だね。一回セーブだけしよっか、敵いたりしたら怖いから。セーブだけして、ほい、よし。でもこのブラスターが出てからだいぶ楽になったな。追われても撃てばいいし結局。さあフレディ、強化するよ君を。フレディおいで。あ待っててくれたんだね、ここで。もう早くマシンを使う。来た。あ、音声、生体装置、これで地下の生体をつけるのか。え、フレディの声が地下になっちゃうってこと。粘土早っ。あ、作業室お入りください。はーいいやもう化け物だけどな、影は。ただ影も影、化け物だけど。フレディ、フレディのチェストプレートを開く必要。チェストプレートのロゴを解除するためにフレディの蝶ネクタを取り外す。はあ、うわあ！ちょっと待って、どういうこと？フレディ、暴走すんなって。え？何今の？意味がわからない。蝶ネクタへ敏感なんか。ただもう一回もう一回もう一回、もうどういうこと？どういうこと？マジで。これ変に触っちゃダメなのかな、もしかして。びっくりしたね、触っちゃったからな。これ蝶ネクタイを取り外してください。はい、間違えた、襲われんのかフレディに。蝶ネクタイをクリックして取り外す。わあってんじゃねえか、やることは。これが出てからなのね。ちゃんと説明が出るまで皆さん何もやんない方がいいですよ。あ、ちゃんとハイライトされるわ。あー、よかった。間違えた、死ぬんでね。チェストプレートをクリックして開く。ほら開ける、素晴らしい。そんな難しい操作でもないけどな、順番間違えないね。はい、緑青赤、緑青赤、 OK OK、 なるほどね。緑黄色青赤と、どんな装置だよすごい、もうなんか最先端すぎて逆に古代みたいな、昔の装置みたいになってるけど。生体装置をクリックして取り外す。え、でも俺フレディのダンディーな声が地下の声になったらちょっと嫌だけどな。はいはい、また同じようになるのね。え、あ、びっくりした。赤赤青だったね。うん、日本語でちゃんと言ってくれてるわ。ポンピッパッポ、なるほど。
Return the chest plate and firmly lock it down. で、ここを押すと。オーケー。テストフェーズ。なあ、またこういうのやんのか。これ好きだね、青。え？大丈夫？声大丈夫？声大丈夫？フレディ？すげえ風邪ひいた時みたいになったけど。声終わってるでしょ。大丈夫？いや、ダメだって、こんなんじゃ。ファン減るって、フレディの。テッテッドゥッドゥン。オーケー、アクセスコンピューター使用して作業終了する。オーケー。赤ボタン使わなかったな。はーい。え、これもう声変わっちゃったのかな、フレディの。マシンを使う。アップグレード終了。オーケー。地下の生体装置は他のアニマトロニクスをスタンさせます。強っ。レフト、え？レフトシフトボタン？あ、レフトマウスボタンか。へえ。地下の声ってそんな能力あんの？声ちょっと渋くなったの。When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of garbage smasher. まあでも生きてる。生きてる、生きてる。She's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. それよりバッテリー強化した方がいいけどな。待って、まずい。嘘でしょ。やばい、生きてる。マジかよ。はい、つくんだ。やばい、急いで。ここにあるもんね。よーし。え？大丈夫だね。あ、OK。あぶねえ。夜になったね。ロクシー冷静の内部まで侵入できる。レースのところか。なんかあったな。ロクシーを止める方法。なるほど。でもあのフレディ一番強化しなきゃいけないのは君のバッテリーなんだね。バッテリーなの確実に。うん。まあでも乗らない方がいいよね、一旦は。直前でまた乗った方がいい。よーし、じゃあ次はロクシーレースウェイ。うわー、マリオカートみたいなことできたりすんのかな。なんかありそうだよね。でもボーリングできなかったからな。ボーリングはできなかったけど、マリオカートはしたいね。またこれ上上がりだね。上上がって、レースのところはなんとなく覚えてる。うわー、これめっちゃいいじゃん、この景色。上に逆走すんの初めてだもんな、これ。いいね。まあ、このね、ブラスターがあればどこにでも行ける。あとフレディがいれば。フレディ一応呼んどくか。あ、ここでは呼べないのか。あ、来て。普通に来るなよ、前から。レースはね、あれはゴルフでしょ？あ、こっちだ！ロクシーレースウェイ。なんか静かになったな。ちょっと待って、なんか静かじゃない？あれ？さっきまでなんか音楽流れたのに静かになった、急に。なんだ？なんかまた変わってきてんのか。ロクシーレースウェイ、これさ、下だっけ上だっけ？あれ？そうだ！そういえば行き止まりになってたんだ、ここ。開かないんじゃなかったっけ？開くようになってる？いや、開かないな。こっちじゃないのか。ロクシーレースウェイはどこだ？ 1 階か ?2 階か。あ、でも今のとこもしかしたらフレディだったらいけるってこと？でもなさそうだよな。ロクシーレースウェイここに書いてあるから。もしかしたら1階なのかもしれない。この奥にもあるっちゃあるんだよ。いや、違うな。どこだ？こっちなんか行ける場所があんのか？あ、ここだ、ここだ。ここはクローズになってるけど、ここが開くのか。え？ちょ、フレディ？怖いから来てくれ、フレディ。フレディ？フレディ？やばい！どっか行っちゃった、フレディが。フレディ来てくれんじゃないんかい。なんだここ。やばそうだね。とりあえずセーブ欲しい。とりあえず。え、なんかすげえ奥でフレディ走ってる音だけ聞こえんだけど。カツカツ音。あー、来た。よし。一旦フレディ呼ぼう、ここに。フレディ！充電したいから！来てくれよ！フレディ！
あ、頑張ってきてる頑張ってきてる。フレディ、なんかどっから走ってんな。まあということで今回のパートはここまでにしとこう。だいぶ進んだね。次回ロクシーレースウェイを進んでいこうと思います。うわー、また面白そうということで皆さん次回お楽しみに。そしてフレディどこ？じゃあバイバイ。